皆さんこんばんは、ビビットバットスクワット青柳東也役の伊藤健人です。皆さんこんばんは、ビビットバットスクワット篠宮明人役今井文也です。はい、スマートフォンゲームプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクのキャストがお届けするラジオ番組セカラジ、セカラジ今回はこの2人でお届けします。来ました。はい、3回目らしいですよ。3回目なんですね。いろいろ最初さ、すごい早い段階で出たよね。シャープ3ですって。一番最初いつ？俺ちょっとごめんなさい。でこのラジオが、まあ、ちょっと形が変わってね、ニーゴがやってたセカラジになってからもう3回目やってます。本当に？そう、3回目ですって。そうなんですよ。もう会いすぎてて分かんねえな。ねえ、今月めちゃめちゃ会いますね。会いましたね。まあ、あのプロセカの仕事でももちろんあったし、今年はねミビワスもこの春夏、ね、稼働も多くてね、みんなで一緒に会う機会が多かったので、まあ、嬉しいんですけれども、そうなんですよ。そろそろ周年のさ、4周年の感謝祭もあるから、ね、いや楽しみですよ。今年もたくさん会うのかなっていう気がするんですけど、よろしくお願いします、ね、お願いします。はい、8月もラストでございます。8月30日金曜日の、ええ、伊藤健太は埼玉スーパーアリーナ帰りぐらいでしょうかね。お疲れ様でございます。お疲れ様です。さあ、8月30日ということで学生のリスナーさんが多いそうでございます、うん、夏休みも残りわずか、うん、場所によってはもう始まっているのかな。マジ早いっすね。早いとかもうね始まってる。先週かな、先々週かな、あの専門学校の、はいはい、特別講師みたいなやつで行ったんですけども、その日が日曜日で次の日からもう授業開始ですって、早いところはもう始まってから1週間とか平気で経っている。うわ、もっと休みな、ね、まあ休んででもしょうがねえぜっつってね、早く学校に行きたいっていう人もいるかもしれないですけど、はい、しっかりリズム取り戻して夏休み明けも頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。夏の間にしたいこととかしたかったこととかできました？伊藤さんどうですか、ね、なんかしたかったこと、したいこと、したかったことね、本当毎年行ってて全然できる気しないんだけど、ずっとね、あわよくばサーフィンがやりたいって言って、うわー、伊藤健人サーフィン。イメージないでしょ。で人生で一回だけやったことあるんですよ。いいな。先生に連れてかれて、小学校とか中学校の時に教えてもらってた塾の先生に連れてかれて大学ぐらいの時に行った気がするんだよね。意外とできるもんすよ。できない、立てない。やっぱそうっすよね。立つまでが難しい。なんかスノボとかはね、うん、ある程度こう斜面で足固定されてるから、うんうんうん、横にこうズズズズみたいな感じで行けそうっすけど、スケボーとかね。ね、いやーサーフィンむずいよあれ。ちょっとあれ平べ、なんかこう平らになってるところから、まあ、泳ぎながらね、あれから立つのが難しいってさ、あのプールとかでビート板に乗ろうとしませんでした、みんな。した。乗れたためじゃないですもん、だってあれだもん、だってやろうとしてることはほぼ、しかもなんか波とかを自分で見極めなきゃいけないわけでしょ。なんかすぐポーンって飛んでいくの、あれ。だ左右だけじゃなくて上下前後もバランス取んなきゃいけないから、サーフィン難しいって。初回で立てる人はすごい。楽しそう。俺も山か海かで行ったら海派なんで、行きたいね。毎年緩やかにやりたいな。行きますか、じゃあ海。ああ、そう、そういうきっかけがあったらすぐ行っちゃう。もう車すぐ出すから、ね、行きましょう。砂混じりの茅ヶ崎。茅ヶ崎なんだ。茅ヶ崎か。まあでも湘南の風を浴びながら行きたいな。いいかも、ひと夏の思い出。はい。はい、そんな感じでじゃあ始めていきましょうか。はい、わ、はい、かりました。それでは夏の終わりらしく、はい、夏の終わりらしくってどんな感じだ。いやもう爽やかにいきましょう。爽やか9割、ちょっとだけの憂い。そうですね、アバンチュールを。よし、じゃあそんな感じでやっていきましょう。はい、それではセカラジ今回もよろしくお願いします。お願いします。この番組はプロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクの提供でお送りします。改めまして、伊藤健人です。はい、今井文也です。はい、はい、今回も連絡ノートに質問が届いています。お、連絡ノート、前回出演の本泉さん、振畑さんから僕たちに質問いただいておりますので、そちらを紹介しますということで、何でしょう、この前いつ会いましたとプロセカ男子キャストは、めちゃくちゃ仲良しということで、まあ、そうですね、
そうなんですけど、まあ、リアルなところで言うとここ2人は、いつだ、一昨日か先ほどくらい何してた？遊んでましたね普通にね。あの日は飯食ったんか。うん、そうだ、飯かな。ご飯食べた後に、そう、あれですね。そうですね。なんかダーツやって今井君は歌ってて、そうそうそう。僕は尾崎清彦さんのまた会う日までを歌い、二人でね。あと郷ひろみさんの言えないよですね。やりましたね。場が静まり返っておりましたけども。いやいやいや。よく落ち着いたとこだったから。誰もいなかったし。それだ。それ以来です。あの日ですね。本当にねこの夏はビリバス的にも稼働が多くてね、本当に合ってますよね。世界自然シンフォニーもね横浜大阪とありましたし、その周年のね感謝祭もありますし、あとはね、まあ、あの劇場版もね発表されてましたけれども、あれのねアフレコだったりとか、ね、収録もあって、そうなんです、始まってるんですよつって、このちょっとアフレコやってるって言っていいのかどうかあれなんですけど、まあでも大丈夫だと思いますよね。大丈夫かな、おそらくもう発表もされてますしね、はい、ということで、仕事でももちろん会うことが特に多い、ね、特に多いよね。多いですね。今年週に3本は絶対会って、大学生のバイトのシフトみたいな、本当ですよ、ペースで会ってますけどもね。今行く、今ここにいるんだけど言ってたら来るし。いやもう行く行く行くね。買い物しに行ってね。電話でやられなくてもちゃんともしもしって返信するから、はい、出られなあ、出ないかダメかなって言った後に LINE でポンってくる。そう、大体俺そういう時はね、あの都市伝説動画を見ながら半身浴してるから、はい、そうああみたいな。そう、都市伝説動画を見ながら半身浴、そう、これがねはかどるんすよ。ほう、やっぱね都市伝説好き、好き。ホラーはダメなんですけど、はいはいはい、ホラーはね怖いとかじゃなくて、そう、こういうことがあったらしいよ。宇宙ね、人類の進化、人類が、そういうやつ、アトランティス、はいはいはい、もう大好き、ピラミッド、あーまあそういうの考えだすと確かに、ね、見始めたらもうダメなんですよ、止まらないですね、都市伝説ね、もう好きですけど。さあじゃあ、はい、最近いつあったってのはもう一昨日、はい、ということで、一昨日、じゃあ僕たちもエンディングでね、次回の出演キャストに向けて連絡ノートにコメントを残していきたいと思います、はい、ここからは皆さんから届いたお便りを紹介したいと思います、はい、さあそれでは1通目、はい、ラジオネームジェリーさんかな、ジェリーさんからいただきました、ありがとうございます。伊藤さん、今井さん、こんばんは。今井です。いつも楽しくセカラジを聞かせていただいてます。今井です。伊藤です。どうも。私は先日大阪で行われた世界シンフォニーに行きました。おわ、ありがとうございます。初めて生でオーケストラを聴いて、とても迫力がすごいなと思いました。うん、でしょ。またビリバスのキャストさんたちの歌唱力の高さに感動しました。そうでしょう。そうでしょう。そこで質問です。お二人はどのようにして歌の練習をされていますか？ビビバスにはアップテンポな曲が何曲もありますが、それらの曲を生歌唱でも上手に歌われていたので気になりました。まだまだ暑い日が続きますので、お体には気をつけてください。これからも応援しています。ありがとうございます。で、世界シンフォニーもね、横浜大阪と、しかもビビバス4人で、ゲスト出演させていただきました。楽しかったですね。歌ももちろんですけど、やっぱりねこのオーケストラで行われるいろんなユニットの裏で聞いてても楽しいですしね。オーケストラライブ本当にやりたいなって思ってたんで、いや本当に良かったな、うん、今までのねその公演も、そう出てますからね、音源がね、サブスクでも聴きますし、ね、僕もたまに聞いて、いやいいなって思いながら、そうオーケストラならではのね、そうこのアレンジがまた素敵でね、聴いてたんですよ。すごいガラリと印象変わりますよね、やっぱり ねビビワスの楽曲に関しては特にそうですよね。結構そのダンスチューンというか、うん、そうですね、アップテンポなドンみたいなのが多いから、そう本来だったらそのブラスとかあんまり入ってないんですよ、そのね、本来の方はね、そう他のユニットだと、うん、ああもう合う合う合う、うんうん、なんかその原曲、そうですね、原曲よりも原曲っていうか、もう原曲がやりたかったことの最終形これだよねみたいなね、ワンダショーとかもそうですけど、あの広がりの感じとかね、もともとビッグバンドのやつはやっぱりそれはそれで合うなって、もしビビバスみたいな意外な感じで来るのもまあまたいいなって思うし ねああいうやっぱアップテンポな楽曲にこう弦楽器とかがね、さらにバイオリンとか加わったりすると、なんかすごい
おしゃれな情熱感が増えますんで、うん、そうですね、釣られてね我々の歌も割と変わるよね、やっぱり、ね、変わりますね。ビビバスのキャスト たちの歌唱力の高さに感動しましたですって。どうやったら歌のどうやって歌の練習をされていますか。寄せ合い寄せ合い本当あのね、ビビバスはみんな歌がうめえんだ本当に。いやもうなんかリハすげえ巻きますよね。そうビビバスの公演の時かね、みんなねあの何よりもすごいなって思うの、余裕なんですよね。いや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 、余裕があるのみんな。そう、わりかしそんなに何だろう、ガチガチに固めるタイプじゃない人たちがね、うん、そうしっかり集まってる。誰一人リハとかで悩んでねえんだもん、なんかどう歌おうかなとか。まあここはまあどうしよっか、うん、その場でなんとかするよねみたいな感じのみんな。そうそうそうかも。そうちゃんとそれで本番ね、うん、あのテンション感合わさったりとかできるんで、ね、歌の練習、うん、歌の練習ってなんかしてる普段。伊藤さんは？俺もね、うん、その練習で言うとそんなに今はしてないんですけど、その昔はねめちゃくちゃカラオケ行って自分で練習した。あ、でも同じかも。じゃあとりあえず数みたいなね。そうかも。最近で言うとまあ、ありがたいことに仕事で歌わせていただく機会が多いから、うん、まあ、それがねやっぱね、その自分から出すものでもあるし、うん、得るものでもあるんですよ。いろんなジャンルの曲をね、その勝手にやっぱり聴くようになるし、そうですね、それでじゃあ自分なりにどうやろうかみたいなので出していくっていう。また近年のこういうコンテンツの楽曲って難しいのも多いですし、ね、多いですね。ビビバスの楽曲で言うと、まあ難しいんですけど、なんだろう、難しかった曲、ドクターファンクビート、うん、ドクターファンクビートは僕はトラウマです、ね、結構初期の方ですけど撮り直した。あれは楽しかったよ、もう最初の曲は、ね、あ、そうですね、うん、順次撮、うん、り直し始め。そうビビバスで言うと本当にね、うん、他の仕事でやってるジャンルからもらって出してみたいなこと、うん、本当にいいサイクルで回ってて、うん、自分的にはちょっとそのなんだろう、アジアアイドルチックな楽曲だったりとか、うんうんうん、あとはちょっとラップチックだったりとかっていうのを他のコンテンツでもやってたりするから、うん、その力のもう経験値がやっぱ自分的にはすごい生きてる感じがしますね。素敵ですよね、うん、やっぱ現場でこうやって聞いてても安定感が ねしっかりと。みんなさ、あとちょっと得意分野が違うのがいい。なんかその各々の得意分野結構ちゃんとなんだろう、出すようになりましたよね。ね、今まではこうキャラクター的にあんま出せないみたいなところもあったわけじゃないですか、うんうんうん、そこだとちょっとキャラブレちゃいますみたいなところも、うん、やっぱもう無事にこのコンテンツもね、そうですね、もうそれ4周年ですか、うん、うん、だからここまでは許されるか、ここまではこう、ね、成長の範疇かみたいなのをみんなですごい自然とやっている結果、なんかだってね、すごい振れ幅ですからね、もうね、そう、初期に比べるとセリフもそうですけど、ね、うん、ちゃんと昔のセリフ、その回想シーンとかあるじゃないですか、ちゃんとガラッと変わるもん心も、そう、全然感情の起伏、ね、なみたいな、笑うようになりましたしね。今だったら、そうだな、アキト全然できてないけどイメージね、そうだなアキトぐらいは言う時あるじゃん、ちょっと朝のクオリティかも。そう、初期だったら、うん、そうだなアキトぐらい、多分自分の心持ち的には全然それぐらいのアップダウンがある。確かにね。そう、いや今井くんは本当にあのね、もう目標のね、音符までぶち当てるのはとりあえず早いのよ僕もでもやっぱ昔の練習で言ったらとにかくカラオケ行ってましたね、うん、週8、9とかで 8、9、うん、もう1日にはしごしてましたもんね、カラオケ。まあやっぱり安いしね。そう、その一番この身近なところでできる、大声出せる安価でできる ね努力ではあるよね。自宅でずっと大声出してたらやっぱ迷惑かけちゃうんでね、うん、もう一時週5徹夜でカラオケしてた。いややっぱね、いろんな人のモノマネとかしてると自然にね、ああそう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 、やっぱこういう発声あるんだとか、気がついたらこの難しい曲歌えるようになってるみたいなのが、うん、何事もこう真面目に考えると何事もね糧になりますわ、うん、楽しくなってましたね。はい、こんな感じですね。はい、まあ、喉はぶち壊さない程度。そうですね、無理なさらず、はい、ということで、はい、紹介は以上でございます。はい、こんな感じでプロセカキャストに聞いてみたい質問やテーマをこれからもお待ちしています。
それではここで一曲をお届けします。これはあ大変あれじゃん、大変難しい楽曲で、難しいですね。伊藤さんもね、大変こうこれの完成版が配信される前からずっと、いやあれよかった、あれやばい、あの曲よかったと、あの曲やばいっつって、ずっと話題になっておりました、それではお聴きください。ウルトラシー。セカラジ。今回はこちらのコーナーをお届けします。これが伝説のあれ伝説のイベントラッドウィーケンドを超えるために結成されたビビバス、それにかけましてこのコーナーでは皆さんの周りの伝説の丸々情報を紹介していきます。はい、なんかこう伝説を疑ってるジングルでしたねこれが人によっては疑うでしょう。これが伝説のパッと見は普通ですけどねみたいな、ね、でも後々こういうのは驚かされるのがやっぱ鉄板ですけど、伝説だった手のひら返し伝説エピソードです。でじゃあ読んでいきますか。私からいきましょうか、はい。ラジオネームイジスさんからイジスさんイジスさんからいただきました。伊藤さん、今井さん、こんにちは。こんにちは。バトドック創始の高3男子です。ありがとうございます。これは先日の世界シンフォニー大阪公演でのお話です。また世界シンですね、うん、行ったんだ。私は昼公演夜公演ともに一人で参加したのですが、 ありがとうございます。昼公演で席が隣だった私より一つ上の爽やかなお兄さんが声をかけてくださり、プロセカに収録されている曲やイベントストーリーの話をするうちに友達になることができました。あら爽やかなお兄さん、昼公演が終わり夜公演ではなんと前後の席になったのです。嘘でしょ。なことある、本当。たまたま席が隣になった方と大好きなコンテンツを通じて友達が増えただけでも嬉しかったのですが、まさか夜は前後になってこの日は自分の中で伝説の日になりましたということで、すごいやん。まあまあ広がったよ。伝説ですね。すごいね、まあ友達、新たなつながりもできているということで、いいですね。 いい空間でしたね。ああいうさ、ああいうライブとかってさ、人によってはめちゃくちゃだ、推しが分かりやすいじゃん。あ、そうですね。キャラクターが誰が一番好きなのかっていうの、愛がね、あれね、あれで被ってたらこう、あっってなるのかね、あなたもみたいな。それか逆に、うわっなんかこう、あ、また恥ずかしいって逆に両パターンありそうだけど、どうなんすか ね。ああいう風に参加したことないからな。でも新しいなんかコミュニケーションがこう、ね、コミュニティがね、生まれるのは広がいいなって思いますね。めちゃくちゃ嬉しいですよ。いや、ありがたいです。ありがとうございます、うん、い昼夜公演、うん、さあ、もう一ついきます。今井さん、伊藤さん、コンビバー、コンビバー、青レオさん、青レオさん、はい。学校行事で行われた地区別ドッジボール大会でのお話です。
予選の終盤で内野にいた私はコート内で足をひねり派手にこけてしまいました。おっと、起き上がろうとした時はすでに相手チームの外野に狙われていたのですが、一か八かコートの枠ギリギリまで転がってみました。すると相手が投げた球がわずかにずれたのもあり回避することができたのです。決勝戦並みに盛り上がったのを社会人になった今でも覚えています。怪我はなかったか、大丈夫か、ね、こけたぐらい楽しかったですか、ね、転がってよける、いいね、あのギリギリで回避した時のいい、ね、アドレナリン、アドレナリン出ますよ ね, ねいいね、この体育祭ものね、社会人になってからも、うん、あれでこれ系の伝説、まあでも運動好きですってことはまあ 1,2 個ぐらいあるんじゃないですか。あ、確かにね、覚えてる運動行事、あの専門学校の時の球技大会めっちゃ楽しかったなって覚えてますね、うん、球技大会あんだ。そう、今はねやっぱあのね感染症やらなんやらあるんで、うん、亡くなっちゃったみたいなんですけど。あ、そうなんだね。当時のやっぱ一個上の学年の先輩ってすごい大人びで見えるじゃないですか、うん、10代ってすごいよ、一個差がすごい上に見えるもん。そう、なんかそういう人たちとこうちゃんとね絡みながらこう、うん、出し物やったりとか、はい、いっぱいギャーギャー騒げる、なんか入学して1ヶ月2ヶ月ぐらいなんですよ、ね、早っ、やるのが。じゃあまだみんなそんな、そう、お互いのこと分かってないしっていう時だ。いや余計にめちゃめちゃ面白かったな。うん、でまあ伊藤さんは大の運動派ということで。そうです ね結構好きよ、ね、小学校の時は、あ、小学校の時リレーの選手でアンカーで1位だったなとか。あら、いい思い出、ね、いいの。でもこれがね、小3かな、まだ覚えてんだけど、自分のおかげじゃないの、もう自分がまあアンカーだったんですけど、自分に渡った時にはもうめちゃくちゃ大差でリードで、なるほど、正直ちゃんとそれなりに距離詰められてたんだけど1位キープ、だからもうそれまでのみんなありがとうなの。もうなるほど、でもなんか役得でアンカーだったからトロフィーもらってねみたいな、みたいな。いやもうそれはね、いい思い出としてでいいんじゃないですか、やっぱ小3。なんかみんなであれしたいですね、体育館とか借りてさ、やっちゃう、そういうの、ね、プロセカ大運動会、うん、やりたいですね。みんなでなんかよく話すのバスケとかさ、やりたいなったらするのよ。俺らはいいけどみんなどうだ、うん、やるやる、うん、もう業界の人をみんな集めて、結構さ、その舞台俳優さんとかやってるじゃないですか、うん、あ、そうなんですか。そうそう、やってるやってる、運動会というか、アクターズリーグみたいなのがあって、結構みんなやってたりするんですけど。楽しそう。そうなんですよ。やりましょう、声優ズリーグ。あんま聞いたことない、まあ、舞台畑の人たちやっぱ体動かしてる機会を見せるのが多いからさ、確かに、スポーツものの ね舞台だとかあるから、うん、声優ないね。やりましょうよこれは。やったら面白そうだ、怪我だけ気をつけて。そうですね、各種目、バスケ、うん、バドミントン、鬼ごっこ、鬼ごっこ、うん、楽しみです。鬼ごっこ楽しみですね。鬼ごっこがなんなら一番怪我が怖い。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、今回の紹介は以上です。はい、このコーナーでは皆さんの身の回りの伝説の〇〇情報をお待ちしています。以上、これが伝説のでした。ちょっと納得してる。お届けしてきましたセカラジエンディングです。はい、番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。アドレスは世界ラジオ @pjsekai.jp です。投稿の際はラジオネームを忘れなく、詳しくはプロセカの公式 X でご確認ください。はい、では最後に連絡ノートにコメントをしていきましょうと。はい、次回はワンダショーから日野さん、まちこさんが出演予定ですよと。ということですね。これはなかなか、どうしましょうか、問題上2人。そうか。全然そんなことないかも。じゃあ逆に問うけど、常にバランサーなお二人かも。逆に問うけど、誰が問題児じゃねえんだって。あ、確かに、うん、まあ、ビビバスでの問題児はやっぱ言わずもがな僕とアキナさんですけども。いや、そう、ね、それアキナさんも、あ、そうかもってやっぱ言ってましたね、前回一緒に。みんな異なるジャンルで暴れ癖がある。そうかも、それぞれで暴れ。伊藤さんもじゃあ
すごい落ち着いてるかと言われたらそうじゃない面も。そうだよ。いつでも心にロックを、うん、この人すごい出すじゃんみたいな。ボガーンみたいな、すごいなみたいな時ありますもん、ね、ありますからね。まあ、昨日さんとマチコさんです。どうしましょう、なんだろう、うん、ワンダショー、ワンダショー、キノさん、マチコさん、ね、最近いつ会ったって。まあ先週くらい実際先週くらいやったんじゃないかな、ね、一緒にね収録。じゃそれではちょっと芸、ね、申し訳ないので、そうですね、どうしましょう。なんだろう、あ、なんだと、それそれぞれのメンバーの好きなとことかどう。あ、全員ね、いいっすね、いない二人もそう。ああ、ワンダショーメンバーの、そう、皆さん、マチコさん、ここいいよね、お互いと、トップ君と広瀬君、確かに確かに、はい、いいっすね、はい、あの好きなところがない場合は、うん、直してほしいところ。あーすごい、うん、これはもう解散の危機か。ワンダショー大丈夫か次回。さあこれを乗り越えて絆を深めろ。これでどの立ち位置なの伊藤さん。え、豆腐です。豆腐なんだ。そうか、はい、うん、いいんじゃないですか。じゃあこれで各々のメンバーの好きなところ、うん、ない場合は直してほしい。ないことある。ないことあるかな。はい、じゃあ次回はどんな回答してくれるのかお楽しみにということで、はい、いや無事にね、3回目らしいですけど。3回目ですか。なんか、うん、ね、割とこうオフの、うん、で会う時もこのテンション感で僕ら話すじゃないですか。全く普段通りでございます ね。さっき楽屋のテンション感とマイク前の収録とあんま変わってないですもんね。変わってないです、うん、なんならあのライブとかやってる時も変わってないです、うん、多分これは本当に全員こうだよね。そうかも、そうかも。あとなんとか頑張って、うん、一緒にご飯しようと最近頑張ってますよね。そう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 、仕事でちょっと合間が空いたら、うん、グループラインが動いて、そう、特に伊藤さんが何時ぐらいに仕事を終わりますけど、終わりますけどみたいな、今プロセカの歌の収録でしたけれども、皆様いかがお過ごしっつってね。で行ける人はちゃんとスタンプで返し、そう、行けないアキナさんとかは行けずに、なんだっけ、大体いけないんですよ、ね、そう、大体いけない、それはみんな大体いけないんですけど、本当に謝れない、うん、集まれない、本当に集まれない、そりゃそうです、うん、みんなお忙しいですから、ね、なんとか頑張ってますから、はい、ちょっとなんかみんなでね、またいつぞやのようにご飯行けたりとかしてみたいもんですね、うん、ねえ、うん、なんだかんだで完全に仕事以外で集まったことはない、ないかも。プライベートでじゃあご飯行きましょうねってグループで集まったことはないですね。ないね。4分の3まではあるんだけどね。ある。4分の3はめっちゃあるんですよ。あと、まあ 4人一緒の仕事だったらその前か後にご飯がありましたけど、そうね、なんかちょろっとだけみたいなのもありましたけど、果たして集まれる日が来るのか、うん、交互期待、交互期待、はい、緩やかに待て、頑張りますということで、本日はこの辺でお別れです、はい、次回は9月13日配信予定です。ここまでのお相手は伊藤健人と今井文也でした。